まああとね、これ先月途中まで喋ったんですけど、大学共通テストでマスクから鼻を出してね、不正行為で失格になった受験生いたじゃないですか。ね、6回注意されたのに一切言うこと聞かなかったっていうね。だからその受験生にとってはね、重要なのは合格よりも嗅覚だったっていうですね。ね。ねえ、だけど6回も注意されて言うこと聞かない、多分ね、激辛料理に強い人ですよね。舌が痛くないっていうですね。ねえ、でここまで作ったんですよ、先月の段階で。でそのこのライブの翌日、ちょっと進展、新たな続報が入ってね、その男が失格になった後ですよ、会場のトイレに3時間立てこもったんですって。なんでしょうね、マスクのつけ方に固執した後はトイレの個室だったっていうですね。ねえ、なんでしょう、トイレだけに大学にね、推薦されるとでも思ったのかなと思ってね。で最終的には警察に捕まったんですよ。でそりゃ警察もね、トイレだからって水に流すってわけにはいかないですからね。ねえ、だけど受験に行って逮捕ですよ。トイレだけにね、そこに代償があったね。ネジックスです。すいませんね、すいませんね、トイレのネタをとうとうと喋っちゃいましたけどね。このネタを見てね、いいナックスって笑ってくれればね、ちょっとしつこかったですかね。まあいろいろありますけどね。